更新まだ更新まだ更新まだ更新期だ。さよなら絶望放送第38回昨日の旅。先生、今回もゲストに呼んでいただきありがとうございます。おお、木野くん。今日は制服での登場ですか。ほっとしました。ちょっと小耳に挟んだんですが、最近このラジオの人気がガタ落ちらしいですね。ええ、アニメが終了し、アクセス数もメール数も激減の一途をたどっているようです。本当にいつ終わるんでしょうね。そんなに悲観しちゃダメです。こういう時はテコ入れですよ。え、人気がない時にテコ入れって、それはありがちなダメパターンでは？俺が考えるに、ミニ番組のタイトルがキャッチーじゃないんです。ほう。というと？任せてください。俺がタイムリーでキャッチーなタイトルをつけてあげます。工藤のヤギ対ロシア女になんか負けませんよ。相変わらず負けず嫌いですね。愛が重いは古めかしすぎます。そうだ、ラブトラブルにしましょう。なんかどこぞのエッチアニメみたいなタイトルですが、今流行っているものを積極的に取り入れていかなくてはダメです。藤吉晴美の憂鬱も中途半端ですね。お隣の八尾さんにしますか。ほとんどそのまんまじゃないですか。そもそもさよなら絶望放送というタイトル自体が古臭いんです。そうですね、もっと心がウキウキする感じで、ひとうさんが出ているから波のニュアンスは入れたいな。深夜ラジオのテイストも入れて、ときめきナーミンナイトってどうでしょう。全力で却下します。え、なぜですか。でも木野くんのこのエピソードアニメになってないから、リスナーには元ネタが分かりづらいかも。絶望した。俺の初登場の回をアニメ化しないシャクトに絶望した。まあ絶景先生の初登場の回もスルーでしたしね。元ネタが分からない人はコミックスの第7集を読んでください。ラジオ沖の皆さん、さようなら。2年へ組担任、愛しき望み役の神谷博史です。さようなら。2年へ組出席番号28番、人を並み役の新谷涼子です。そして今回のゲストは、皆さんさようなら。2年へ組出席番号9番、紀ノ国役の寺島拓馬です。よろしくお願いします。ですね、前回の放送終わりまして反省しました。ゲストに優しくない。どこまでですか。全然全体的にゲストに優しくない番組です。ゲストがまだ台本チェックとか原稿チェックをしているのにそろそろ行きますと声をかけるディレクター。それ今そうなんですよね。自覚あるようです。あとですね、番組の構成もろくに説明せずにですね。そうですよね、概要しか伝えませんからね。詳しいことは何も。僕も勘でやっちゃいましたね。素晴らしい。きっとこうなんだろうなっていう。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません、理解していただいて。頼り切っちゃって言いましたよね。すいません、頼り切ってますね。ありがとうございます。頼り切らない、まあ、なんとなくね、甘えてんですよ、ゲストに来てくれた方々に対してね。皆さんね、懐広い方ですからね。そうですよね。なので今週もそのノリで行ってみたいと思います。はい、では今週の標語をどうぞ。絶望ネーム名村ライカさんから寄せられました今週の標語。わからないよ、他人の考えていることなんて。さよなら絶望放送、このラジオはフィクションであり、登場する人物、団体、組織名、フミカは架空のものです。SZBH SZBH、 こちらはさよなら絶望放送です。さよなら絶望放送はミニ番組だけのラジオです。では今回はこの番組から、絶望の谷谷テラー。こちらは普通のお便りを紹介する番組です。紹介しちゃうぞ。はい、絶望ネーム絶望の教会&絶望天国さんからいただきました。はい、寺島さんは新谷さんと同郷で石川県出身だそうですね。よければ新谷さんと石川県の魅力についてトークしていただきたいです。石川県では味噌汁にきゅうりを入れる、石川県では冷ややっこにからしをつけるって本当ですか。へえ、そんなバカな。はい、はい、何でしょう。普通じゃないのこれ。言ってくださいね。これ普通だよね。言ってくださいよ。うん、キュウリ入れんの。入れるよ、ね、超うまいぜ。なんで笑ってるの。うちは美味しいよね。うちはそこまでは入れてなかったけど。そこまでって何。そこまでって何。うちはそんなに入れてなかったですけど、入れる習慣があるっていうのは本当ですよね。ね、ほらほらほら、もみじこだよね。そうそうそう、ほらほら、もみじこ、明太子のこと。ええ、あ、たらこのことか。明太子だと辛いのか。たらこの方です、ね、辛くないやつ。
もみじこって言うんだよ。ほわほわほわ、なもんじゃった。え、ていうか冷ややっこからしつけるの、うちのお母さん。私辛いのダメだからダメなんだけど、あのね、ゴールデンウィークの時もお母さんが来て、うん、ご飯とかいっぱい作ってくれてて、私絶賛ダイエット中だから、うん、夜ご飯には絶対豆腐食べたいっつって冷ややっこを食べてたんだけど、私はまあ当たり前だけどからしつけないの、うん、お母さんがからしどこって言い出して、うん、うちはからし常備してないから嫌いだしないって言ったら、納豆を開けて納豆についてるからし持ってきて、わざわざそれだけ、そうかけて食べてた。ぐらいからしが普通、からしがなかったらわさびでいいやって言ってたけど、わさびもうちにない。ダメ。なんかみんな生姜なんでしょ、冷ややっこって。生姜だね。あ、でもそう、確かにそのイメージは、ね、でもうちからしなの。ファミヤさんが別世界を見るような目でこっち見てますけど、ね、寺島くんもそうなの。うちもでもそうですよ、キュウリ入れて冷ややっこからしかけんの。僕もだからからし嫌いだからつけないですけど、でもそういう習慣はありますよ。からし嫌いなの？なんでそこで怒られてる。そこ論点違うでしょうが。そこ、あ、びっくりした。そうだった。そうだった。なんで入れないの、キュウリ。入れないよ。めちゃめちゃ美味しいんだって。キュウリ入りの味噌汁を食べたことがあるという人、手を挙げてください。お、お、何ですか。いいな。おいおい、めいめい言ってるやつ。今めいめい言ってた人はですね。なんで？信じられないと。まずかった。食べたことは。食べたことはあるけど信じられない。ゲロまず。まあ、ひどい。まあね、冷静に考えたら変ですけどね。冷静に考えたら。美味しいって。青野菜でしょ、だって、はい、入れるの？あのね、加賀野菜って言って、うん、大きなキュウリがあるんだけど、うん、それを輪切りっていうの、うん、なんていうの、なんかまあ、うん、そうそう、あれにして入れるの。あ、そうなんだ。ふにゃっとして美味しいの。あ、そうなんだ。うわ、うん、じゃあちょっともっと他のことでなんか石川県の魅力を伝えなきゃですかね。細長い。細長い。地理的な、なんかその見た目の問題、土地の。あ、そうそう、主張してる。主張してる。真ん中っつって。そうそうそう。なんか背びれみたいな。背びれみたいな。背びれ。こう、日本列島。背びれ真ん中ら辺だからね。背びれみたいな。まあでもちょっと味噌汁、きゅうり味噌汁はちょっと食べてみたいです。いや、もう、それは、もうご自宅で入れてみてくださいよ。自分で作るにはちょっとハードル高いな、これ。いや、入れればいい。美味しいよ。何でも味噌汁に入れるよ。何でも。何でも。何でも入れるの。何でも入れる気もするよ。そうですか。石川県の人にね、これを聞いてる石川県の人にね、ご意見をお伺いしたいですよね。ああ、そうですか。そうですか。石川県でじゃあこの番組を聞いている数少ないリスナーの方が。なんで数少ない。そんなにない。石川県だ。聞いてないかな。一人いるかな。なんでそんな少ないですか。あの、なんだっけ、石川県マニアック協会。ああ、マニアック協会幹部。ぐらいじゃないですか、ね、いるかな。多分ね、石川県でね、パソコン持ってる人その人だから、ね、ちょっとおい。バカにしすぎ。あんた石川県なんだと思ってるんですか。うち水美味しいよ。あ、それはいい。魚も美味しいよ。それは素晴らしい。空気も美味しいよ。山もあるし、海もある。そうだよ、両方あるもんね。それは素晴らしい。パソコンない気がするんだよ。パソコンある。あるよ、文明ある。石川にも文明はある。電波飛んでる。あ、飛んでるか。じゃあ聞けてる人が多分一人はいると思うので。一人。それでも一人なの。まあこの番組であんま聞いてないんですよ、人。しかでも全国的に世界的に 3,4 人しかいないんじゃないかっていう認識のもとにやってるので、だから結構みんな好き勝手なこと言ってるんだよ。あ、なるほど。だから言えるって、対象が少なければいろいろ。そうみんな聞いてたら言えないよ、こんなこと。怖い怖い。パソコンないだろとか言えないよ。怖い怖い。あるけどね。怖い怖い。すっげえ告知しよう。石川のみんな聞くんだ。友達とか全部に聞かせてる。キュウリ入れる人がいたらちょっとメールください、よろしくお願いします。じゃあ続きまして、はい、続きまして、絶望ネーム篠田&フグスキアットマーク SZBH さん。何何、もう一回もう一回。え、篠田&フグスキアットマーク、フグスキアットマーク、あー、フグスキアットマークだった。はい、どうぞ。あ、はい。絶望先生の打ち上げで奈良崎さんに、お前本当にアクエリオン出てんのかよと絡まれ、アクエリオンの声を延々やらされたそうですね。しかも奈良崎さんは元ネタを知らないので、どんなにやっても分かってもらえないという地獄絵図だったそうで、その時の気持ちを教えてください。これ大変、寺島君だよね。これ僕の話ですよ。大変だったっていう。大変だ。酔っ払った奈良崎さんが、そう、お前は何やってるんだみたいなところが始まったでしょ。うっかり隣に座ったのが始まりだったんですよ。うっかり、こう、あのね、あの先発隊と後発隊の役者さんとかもいらっしゃって、でこう順番がなんかごちゃごちゃってなったんで、あ、僕はとりあえず皆さん座ってくださいって立ったら、奈良崎さんの隣しかもう空いてなくて、空いてるところに座ろうって思って、とりあえずそこしか空いてなかったんです。で、あ、じゃあすいません失礼しますって言って、で挨拶してたら、君はあの何やってるのって言われて、あ、あの今日あのリー長直とかやってましたって。あ、はあ、って。で、他は何やってるのって、あ、アクエリオンでご存知ですかねって言ったら、あ、
ああ、あのパチンコのやつ、あ、嘘だ、まあまあね、入り口はね、そこだろうね。嘘だよってすっごい言われて。ね、全力で否定されたもんね。あれなんでてか、他に周りにいる人は何のフォローもしてくれなかった。何のフォローもしてくれなかった。あそこだって、ただのさんと、うん。ただのさんと、あと、亀山さんもいて、え、亀さんもいたんだっけ？いた、亀さんいたんだ。いた、いて、いて、あと、いや、そう、彼はね、若くても頑張ってるんだよとか言ってくれてるんですけど、ね、でも、なぜか一向に信じてくれなかった。どうしよう。嘘だ、お前、アクエリオンってやってねえだろ、みたいな感じで、なんか散々絡まれてるとこに僕はうっかり行っちゃって。そう、カメラさんすごいタイミングで来たと思って。あれなんかすげえ絡まれてる。いや、彼はやってるんですよって、いやいやいや、俺は信じない。そう、なぜか固くなだったんですよ、ね。そう、俺は信じない。そうそうそう。そもそも、奈良崎さん、アクエリオンご存知ですかって言ったら、よく知らない。そもそも知らない。よく知らないとか、そもそも知らないみたいな。アニメ見たことないみたいな。CM でやってるあの、なんか合体うんぬんってやつねぐらいしか。気持ちいいってやつでしょみたいなこと。気持ちいいってやってみろとか言われて。そうそう、俺言ってないですから。俺のセリフじゃないですから。俺ほとんど俺言ってないですから、そんなことっていう説明も絶対通じてないんですよね。何一つ通じてない状況で。本気でひどかったね。そう。で、後日、ご連絡先をね、マネージャーさん経由でいただいたんですよ。あ、で、紙に、この間は疑ってごめんねって書いてあって。書いてあって、で、メールをしてて、で、また打ち上げがあったじゃないですか。その時に、事前にメールで来るのとかいうメールをしてて、で、あ、行きます行きますって言ったら、じゃあ、アクエリオンの下敷き買ってくる、アニメートで買ってくるから、サインしてよって。下敷きなんか売ってたっけなと思って、え、下敷きなんかありますっけって送ったら、いや、全然知らないって。わーいと思って、ほんと適当だなって思って、で、当日、じゃあクリアファイルとかとか言ってたから、当日会った時に、持ってきましたかって言ったら、えとか言って。ああ、まあ、まあ、いいじゃん、いいじゃん、とか言って、本当にもう、いやね。奈崎さん、残念ながら若干ひどい人なんですよ。疑りっぱなしでした、ね。疑りっぱなしで本当に酔っ払うとですね、非常に立ち悪い。酔っ払い方をされたりとかですね。割とお会いするときって酔う機会なんで、基本そう、席が多いですね。酔う席ですね。酔う席ですね。非常に楽しい方なんですけどね。そうなんですね。厄介な酔い方をされることがたまにあります。あ、でもね、誕生日祝ってくれましたよ。あ、本当に今日でしたっけ、今日ですよね、おめでとうございます。いつもそういう切り口なんですか。あ、そうなんだ。決まっていただいちゃいました。僕はメールアドレスとかを交換したときになんかどうも行かなかったみたいで。僕のデータ向こうに行ってるんだけど、向こうのデータはこっちに来なかったのね。ただ、奈良崎さん酔っ払ってたから、もう訳わかんなくなってて、奈良崎さん、僕のところに来ないですけどって言ってたけど、あーあーって言って、何なんかわかんないまま、なんか、別れてしまったので、そのままなんで、僕の、連絡先は、奈良崎さんご存知なんですけど、僕は知らないんです。あ、じゃあ連絡来るまでは、残念ながら。来ても奈良崎ですって書いてないとわからないです。誰だかわからない人になっちゃうんですけど、まあまあまあ、でもね、そのうち来るんじゃないかと期待しております。続きましてです。おい、こっち行きます。絶望ネーム、ななはさんからいただきました。構成 T は怠慢ですね。木野くん役の寺島さんが来るのに、木野くんのミニ番組がないじゃないですか。ここで私が代わって考えてみました。題して、〇〇が残念なの。木野くん役のファッションセンスのように、恋人や友人でこれさえなければ、ここだけが残念ということを紹介するコーナーです。寺島さんは杉田さんと仲が良いそうなので、同じく杉田さん大好きの神谷さんと二人で、杉田さんのここは残念というところについて語ってください。はあ、そういうコーナーなんだ。いろんな人の残念なことを紹介していくんですね。ははは。まあ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 、これは新コーナーとして、構成 T 的にはやったらいいんじゃないかと思っている。メールがいっぱい来ればコーナーとして成立させようじゃないかと。わ、じゃあこれは皆さんにかかってるってこと。そうだ ね、 ね、もしできた際にはまた寺島くん呼んで ね、 ねあ、やった、ゲストに、ね、やった、呼んでやってみたいものですけれども、ね、じゃあ皆さんからのメールが頼りでございま す、 よろしくお願いします。以上、絶望の谷谷テラでした。絶望の谷谷テラは今回で最終回です。また来世でお会いしましょう。こちらは自分がこんなところが普通だ、人並みだというメールを募集し、新谷さんが普通って言うなと叫んでくれる番組です。今回はオタクの人の普通特集です。へー、行ってみます。絶望ネーム、行き当たってばったりさんからいただきました。普通って言うな。逆襲と聞くとシャーとしか思いつきません。普通って言うな。まあ普通かな。
他思い当たんねえもん、まあ、なかなかないですね、はい、別にこれオタクの人じゃなくたってそうなんじゃないかな、うん、みんなそうだよ、そうだと思う、多分ね、今あれだよ、ブルーレイも出てますしね、そうそうそう、この少年マガジン買ってきたコンビニのお兄ちゃんも逆襲って言ったらアシャーですよねって言ってたもん、あ、それ神谷さんが買ってきてくださった、ありがとうございます、ありがとうございます、みんな言ってた、野菜生活買ったなんかコンビニのお兄ちゃんも言ってたよ、別のとこ買うんだ、別のとこ、あー、わざわざご足労ありがとうございます、だいたい言ってたよ、そりゃそうでしょうね、わざわざ聞いてくださってありがとうございます、近所の餃子の王将の店員のお兄ちゃんも言ってた、王将で餃子食いながら餃子食ってたら逆襲というあ、シャーですかねやっぱりねって言ってちょっとその現場見たいなまあ、ね、って感じだったけど ね、まあ、普通ですね、他も思い当たらないもんね、そうですね、確かになかなかね、はい、じゃあ次に行ってみましょうか絶望ネームテイルさんからいただきました、 UFO キャッチャーでアームが掴むときに無意識に踏ん張ってしまいます、私が力んでも仕方がないのに普通って言うな、ああ、僕これ、ね、そうなの、うん、いけっていう、あーあー、なるほどね、意志を込めて、ああ、私逆だな、持ち上げて穴のとこに行くまでに落ちる時とかあるじゃん、 そうですね、それが怖いから、うん、あ、なるほどなるほどってなる、持たれてる方、小声になる、持たれてる、あ、じゃなくてアームの方に頑張って、うんうん、もうなんか大声で刺激しないように揺らしちゃいけないと思うから、ね、それはまあ確かに、そのままってなる、その緊張感っていう意味では一緒ですよね、あ、まあそうね、そうね、いけっていう方の、アームの中のバネってこういうのが入ってるんですよ、おー、絵だ、すげえ、ね、電流だけど、いやいや電流じゃなくてまあ書いてるの分かんないですし裏のことなのであんまりちょっと表沙汰にはしませんけれども、こういうバネが入ってて、なんで知ってんの、まあ、このバネが強ければ強いほど、まあ、アームの力は強いんですけども、まあ、これがこういうバネが入ってるんですよ、たまにね、これはもう全然、まあ、あんまりあれだけれども、あとこういうのが入ってるんですよ、なんですかその、あ、まばらなの、均等じゃないんだ、ここがこうなんですよ、でもここはこっちなんですよ、そうするとここは強いけれどもここは弱いみたいな、いやー、うわー、何そういう緩急の付け方、3つか4つぐらいねバネの種類あるらしいんですよ、なんでそんなことしてんすか神谷さん、いや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 、だからね、そうなんだ、揺らした時にね、そうちょっとガクガクってアームがね揺れるっていうことらしいですよ、私、ね、すごい好きなの、うん、このゲーム、あー、このゲーム、うん、毎度よくやるんだけど、うん、そうなんだらしいですよ、僕アームが、うん、アームがちょっと信用できなくて僕はあんまやってないですね、ガチ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 って落とすやつばっかりやってますね、ちっちゃめの、あーあー、技術だからね、そう、あれはよくやりますね、欲しいんだ、引っ掛けて落とすやつね、そうですそうです、ボールチェーンみたいなやつがガタガタって、はい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 、最近のやつは分かんないけど10年ぐらいはねこんな感じだったんですよね、何も知らないでやってた、あ、今全く視覚的なラジオで皆さん伝わらないですよね、こんな感じこんな感じ、はい、中身です、続きまして絶望ネームミニ乳首が毛深いさんからいただきました普通っていうな、ゲームに熱中しているときは夜寝るとき目をつぶるとゲーム画面が脳裏に浮かびます、普通って言うの、まあ浮かぶときは浮かぶかな、浮かびますよ、夢に出てくる、ええ例えばロープレやってたら戦ってるんですか、なんかカンマイたちやってたときは怖い夢見たし、サイレントとかも見たし、結局怖いやつや全部怖いやつ、ねね、楽しいやつは見ないのよ、なんでですか、なぜかそういう方マリオとか見たことないんだけどそれもマリオの夢、マリオの夢すごい、自分がこうマリオになってクリボンは前から来るんですよ怖いちょっとそんな見たことないけど夢は見る、目をつぶったらとかあんまないけど、パズルゲームとかやってた時はよくあったな、なんかどんどん降ってくるの、そうそう、いかにこううまく入れ込むか、そうそうそう、もうテトリスとかやってる頃は普通にさ学校の授業を受けてる時にみんなの肩のところにこういうやつ入れたのよ、ガシャンガシャン後ろから見てるから、後ろから見てると何言ってんの、神谷さん、神谷さん、みんなこういう風にほらこれ頭ね、これ肩で、ここにねこういうの入れたかったね、こういうの、あ、入れたかったか、そうそうそう、びっくりした、え、何、肩が入れてたよって、いやいやいや、どういうことですか、だから何の能力者なんですか、こういう風にやってガシャンガシャンって消してえなってずいぶんに思った消してえな、パンってクラスのクラス名とかどんどん消えていく、ね、綺麗にまっすぐ並んでるもんね、こうやってね、そうそうそう、だからね、パズルゲームありましたけどね、ギャルゲーやってたらイベント画面とか目に浮かんできますよ、よく、おい、なんで黙るんだなんだよ、おかしいな、あれ、おかしいな、寺島さんも何ですか、もう一回、僕だからギャルゲー好きでよくやるんですけど、うん、思い出すんですよ、彼女たちとの思い出を僕は
あれおかしいな。あ、そうですか。え、ちなみに最後にやられたギャルゲーは何ですか。今はまだ途中なんですけど、トゥーハート2を絶賛プレイ中です。トゥーハート2、トゥーハート2だとキミキスもまだ積んでるんで、キミキス、あ、はいはいはい、早くやんなきゃなって。あ、頑張って待たせちゃ悪いから、待たせちゃ悪いからね。そうだよ、待ってますか。彼女たちが僕を待ってるんです。そうだよ、早く学校行かなきゃ。学校行って、早く学校行かなきゃ。そうだよ、そうだよ、行かなきゃ早く。わかりました、行ってきます後で。なるほどね、はい、まあじゃあ頑張って家に帰ってね、この番組さっさと終わらせて帰ってギャルゲーやったらいいと思いますよ。そうしましょう、はい、というわけで最後に一言。普通って言うな。ギャルゲーやってたらイベント画面とか見に行くって言いますよ。僕はおい、なんで黙るんですか。SZBH SZBH、 こちらはさよなら絶望放送です。流行の最先端発信基地、おしゃれショップルイージは午前10時から午後8時まで営業、木曜が定休です。みんなもおしゃれショップルイージでナウでヤングなトレンドゲットだぜ。なぜそんなに死後の文章ばっかり。これが死後組ですか。うまいこと言ったつもりか。訴えるよ。こちらは木村カエレさんのようにリスナーから訴えたいことを募集、紹介し有罪か無罪かを決めてあげる番組です。はい、ということでこちら絶望ネーム盆栽塾普通コースさんからいただきました。ね、アニメが終わった次の週のマガジンの久米田先生の巻末コメントが、これから何を楽しみに生きていけばいいのでしょうかでした。つまり絶望放送は楽しみじゃないっていうことですか。訴えるよ。ははー、うん、で、まあ、まあ、アニメを毎回楽しみにしてくださっていた。まあそれはありがたい話。非常にありがたい。あんなね、後ろ向きな先生がね、楽しみがあったって言われてること自体素晴らしい。びっくりですけどね。ありがたい話ですけどね。まあ、まあ、でもまあ別にこの放送は楽しみじゃなくてもいいですよ。すごいメインパーソナリティすごいな。いやだってね、まず聞いてる、あ、でも聞いてらっしゃる。だってこんなメジャーな作家先生が聞いたら他の人も聞く可能性が出てくるわけじゃない。あ、そっか、さっき の、 あの石川家の話につながるわけですね。そうだよ、だって世の中的に3人か4人しか聞いてないんだよこの番組。全国的に、全国、世界的にだよ。世界的にネット配信だから。そうそう、ネットですからね。その前までは非公式ラジオだったから。CD で聞きたい人はどうぞって言って手でこう配ってた。そうそう、配りましたね。そうだったんだ。もういりませんみたいな感じだった。そう、なかなかね、そんなに作ってないのになかなかはけきらない。そう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 。だって同人でしょっつって、オフィシャルじゃないんでしょお前らっていう扱いをされて、この二人が誰かもわからない。わからないままですよ。わからないでしょうね、まあ、そんな感じでやってたラジオなので、あんまりみんなにね聞かれても困るし、だからまあ久米田先生もね、別に絶望放送楽しみにしてなくても全然いいです。全然いいです、いいです、はい、聞いてなくてもいいと思うんです。聞かない方がこのテンション。なんつって。それはちょっと悲しがるかもしれない。あ、じゃあ聞いて。じゃあ聞いて、ま、うん。じゃあってなんだよ。まあ、ひどいこの二人。待ってひでえ。だってこういうの来るじゃん。あ、そっかそっか。我々が言ってることって割とひどいこと言ってたんだね。ひでえ。なんか冷静な目で、今、そうそう、寺島君がジャッジして後ろから見てましたけど。そうだよね。あ、大人って。やっぱりなんか俺ら常識がちょっとずれてきてるかな。そっか、じゃあ聞いてくださいね。よろしくお願いします。わーい。続きまして、絶望ネームそのびってる俺にくれさんからいただきました。公園で近所の人が飼っている犬にふくらはぎをガブッと噛まれすごく痛かったのに、その飼い主に、あらあら、うちのワンちゃんはいい人は噛まないのよ、あなた何かしたと言われました。私は何もしていません。その後、予防注射はしてるから大丈夫よの一言で済まされてしまいました。訴えてもいいですか。いいと思います。これはねえ、絶望おばちゃんシリーズですよ。本当ですよ。本当ですよ。僕も割と遭遇する絶望おばちゃんシリーズですよ。絶望おばちゃんですよ。他にはどんな絶望おばちゃんがいるんですよ。まあ僕前にも話したんですけれども、はい、結構その電車の中で遭遇したりとか、道歩いてる時に遭遇したりとかですね。向こうからぶつかってきたのに避けられなかったのって言われたあるんですよ、そういうことが。ひでえ、それはひどい。まあそういうことに近いわけじゃないですか。近いですね。これはなんかちょっとやだね。まあですね、まあ、犬を叱るのもなんか、なんかね、飼い主なんだからしつけをちゃんとね、そういうなんかもう注射とかの問題じゃないないですよね。噛む、噛んだっていう事実があるわけですからね。犬もね、飼い犬はよっぽどのことがない限り噛まないとは思いますけれども、ね、だから何かしらの原因がそのびってる俺にクレさにもあってだとは思いますが、ひょっとしたら、うん、あったかもしれないけれども、噛まれたからには
ねえ、噛んだからにはあごめんなさいねって一言言うのが飼い主さん当たり前でしょ。当然のマナーであり当然だよね。それはいいよね。寺島君合ってるよね。合ってます。合ってよかった。私たちの常識はないから、はい、今そういう俺らの常識が壊れてる。危ない危ない危ない。人としてそういうところは常識しっかりしてます。その通りですよ。そうですよね。はい、人間関係成り立ってますから、そういうことでね。そうですよ、ですよ。お互いが気を使うことで ね。ただその絶望おばちゃんを訴えても単に面倒くさいだけなので、そうなんですよ。我慢するのが一番いいんじゃないかなって僕はいつも思ってます。そうですね。ね、向きってなったら余計にこうなんかね、はい、向きってなり返されちゃいますからね。なり返されますよ。うん、うわ、10倍返しですよ。そうですよ。おばちゃんから10倍返しが、はい、結局余計痛い目見ちゃうからね。はい、そういうことは往々にしてありますからね。皆さん、おばちゃんにあんまり近寄るとひどい目に遭うかもしれないっていう発想のもとに、そうね、そうですね。もうしょうがないかなって思って、しょうがない。もうそれも含めてそういう存在なんです。なるほど、本当に。それはおばちゃんだけじゃない。そうです。はい、おじちゃんもそうです。そうです。お兄ちゃんもそうです。お姉ちゃんもそうです。誰もそう。誰も彼もそうなんですよ。ですよ。ただそれも含めて、うん、みんな人間だからね。人間だからね。あれ、なんかうまくまとめる。全くまとまんなかった。着地失敗。着地失敗。はい。じゃあそのまま次へ行きます。うやみやにしてね、はい、すごい編集してなんか俺いいこと言ってたみたいにしといてよろしく。じゃあ次、絶望ネーム僕アルバイトさんからいただきました。はい、トークイベントで亀山さんをチャック亀山と言った副監督の達馬さん、訴えるよ、訴えるよ。でそうですね。絶望ネームあだ名が変態仮面さんです。トークイベントで達馬さんが11話のオープニングテロップでナミの名前がないのはわざとだと言ってました。新谷さん、訴えた方がいいのでは。これ何トークイベントって僕知らないんだけど、よくこれなんかあったんだって。スタッフさんが、なんだっけ、達田さんとあと小黒さんもいたんだっけ、なんか 何人か何名か、山村さんもいたんだ、宮本さん、宮本さん、がなんかロフトプラスかなんか、ああそうなんだ、ロフトでやったの、あったんだって。ああそうなんだ、生きたかった。はい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 、僕、水島誠二監督からメールをいただきまして、全然関係ないじゃんって話なんですけれども、なぜか水島監督もこのイベントに出てたらしくって、神谷さん、この会場にいたんですかと。いたら、声かけてくれればよかったのに、みたいなメールをいただいたんですよ。ちょっと拗ねた感じのメールですね。はい。なんで声かけてくれなかったんですかって。まあ、しょうがないね。かけたくなかったからかな。おい、ちょっと違う。違うでしょ。そういう問題じゃない。違うでしょ。いたの？ずるい。え、何が？え？その会場にはいたんですか、神谷さんは。いないよ、わかんない。何いたの俺。知らない。怖い。うわ、怖い。いたんだとしたら、私も行きたかったって言おうと思った、今。わかんない、いないよ。なんだ？いないよ。誰いたんですかって言われたから、ああ、わかりません。いや、っていうか、そのもの、そのイベントそのものを知りませんでした。ねえ。なんでそういう話になったのか。わからないですよ。わからないですね。なんか、いたんじゃないっていう話になったらしいですけど。でも、このイベント行きたかった。ねえ、僕もちょっと見たかったですけどね。ね、存在を知っていたら確実に行っていました。なるほど。存在を知らせてくれなかった人たちを訴えるんですね。そうですね。多分、まあ、存在を知っていたら絶対行くっていうふうに言われるから教えてくれなかった。まあでもなんか、それもありそうだな。そういう防衛線を張られたんですね。はい、そして、達和さんがなぜか亀山さんのことをチャック亀山と言ったと。何のことなんでそういうことを言ったのかな。ちょっと分かんない。ちょっと誰のこと、達田さんどうしちゃったの、どうしたのかな。なんかすごい暴れてる感じですね、ここで。どうしちゃったのかね。誰のことなんだろう、ね、分からないですけど、まあでも11話のオープニングテロップでナミの名前がないのはわざとだというふうにおっしゃっていたと。わざとなんですって。ねえ。なんかね、もう一個聞いたのが、はい、アイドルなのか声優なのか、はっきりしなさいだか、きっちりしなさいだかは、とりあえず私とアイポンの間で悩んだ結果、私が原作ファンだって聞いたから新谷なら許すだろうみたいな感じで私に会ったらしいってこともちょっと小耳に挟んだんですけど、まあありがとうございます。いろいろなんか達和さんに甘えられてますね。なんかね、こう、うん、ね、許してくれるだろうみたいな。ちゃんと言っといた方がいいよ、ちゃんと言っといた方がいいよ、あれ？では最後に一言。訴えるよ。達和さん、達和さん、これからもよろしく。SZBH、SZBH、こちらはさよなら絶望放送です。すいません、私のようなものが番組を持って、すいません。こちらは香川愛さんのような加害者意識を募集し、私たちが代わりに謝ってあげる番組です。はい、絶望ネーム帯でギュッとねさんからいただきました。すいません、
運動なんてしないのにメーカーもののちょっといい運動靴を履いてすいませんまあ、ええじゃないですか。ほんとすいません。まあ、ええじゃないですか。運動なんて全然しないですけれども、運動靴、あのスニーカーに関してはね、結構、はい。お、かっこいい、今日のやつ。お、輝いてる。ゴールド。ニューバランスの25周年記念モデルです。なんと、PBL と一緒じゃないですか。これちょっとね、いい感じなんですけどね。すいません、運動なんかしないのにね。すいません、すいません。ちなみにこれ僕、銀も買いました。両方、両違いです。すげえ。はい。金、銀。さあ、次、絶望ネーム、絶望の教会さんからいただきました。はい。すいません、私の父がポロロッカ現象でパチンコからエヴァにはまり出しました。アクエリオにはハマってなくてすいませんまあいいですよ、いつか時が来たらハマる時が来ますよ。おっと、きっとアクエリオンのパチンコ打ったことある僕はあのイベントとかで歌ってもらってますよ。イベントはやってるんだ。僕はだからパチンコ自体はやらないのでわかんないですけど、イベント、その発表イベント、企業向けのとかで、うん、行ったんだ。行きました、行きました。透明犯人。私もそんなのなかったよ。透明犯人3箇所も、3箇所も、3箇所行きました。ああ、ギャラクシーなんとか、なかったギャラクシーなんとかルエンジェル、あれなんとかそれは2期ですね。ギャラクシーエンジェルあルーはねが出てましたけど、うん、あれパチンコ師の取材はありましたけどね、うん、ちょっと楽しかった。ありました、ありました。あ、そうですか。やっぱりそういうね、パチンコと結びつかない感じの作品がそう台になると面白いですよ。そうだね、不思議、不思議な感じですよね、やっぱり、うん、自分が出てたってなると。あ、そっかそっか。いや、自分が打ってる台、そっか、打ってみよう。じゃあ、お、打ってみます。お願いします。お父さんもよろしくお願いします。続きまして、え、絶望ネーム副監督さんよりいただきました。すいません、マリアのスカーフは原作にあるのでわざとです。分かりづらいネタですいません。他に誤字脱字ありまくりで本当にすいません。合成 T より、すいません、辰和さん無駄に追い詰めちゃってすいません辰和さんえ、副監督ってこれマジ辰和さん本人おおさっきあ辰和さん、辰和さん辰和さん、これからもよろしくお願いします。 あ、なんだろう、すげえいじりづらくなってきたあれ若干面倒になってきた。あれ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 、じゃあとりあえず謝っときましょうか。では最後にお詫びを。すいません、こんなラジオですいません、本当すいません。SZBH、 SZBH、 こちらはさよなら絶望放送です。ではそろそろ人生も放送もおしまいです。ここで絶望放送からの絶望的お知らせ。続さよなら絶望先生の CD&DVD 発売情報です。にゃん、いよいよ5月14日にベストアルバム絶望大作会が発売。にゃん、このアルバムにはなんと絶望放送テーマソングが収録。なに、そしてオープニング主題歌空想ルンバ、エンディング主題歌マリオネット、続絶望激バー選手も好評発売中です。なんだって。続いて DVD 情報。この曲悪い。続さよなら絶望先生の DVD 第3週特装版が5月21日、第4週特装版が6月25日に発売。すで、うん、に第1週、第2週も好評発売中です。はい。さて皆さんよくご存知の DJCD 第3巻は6月4日発売予定です。こちらの CD には3月にロフトプラスワンで行われたイベントの模様を収録。ゲストとして小林優さん、大月健二さん、奈良崎さんも加えた禁断のスペシャルトーク満載です。なんだって。しかも無駄に豪華な2枚組でボーナストラックも収録。初回封入特典絶望ステッカーもつきます。無駄かな。皆さんぜひ購入してください。密林でも構いません。忘れてはいけない DJCD 第1巻第2巻も好評発売中です。まとめて聞くときっと楽しいはずかもね。そしてモバイルコンテンツ情報。モバイルアニメートで、うん、続さよなら絶望先生の着ロングボイスかっこいとしきのぞも好評配信中です。ロングだからね。ロング長。他にも二のへぐみのイケメンたちが表示される待ち受けフラッシュや待ち受け画像など絶望的コンテンツも好評配信中です。イケメン。以上お知らせでしたが、絶望放送では皆さんからのメール、ご意見、苦情、批判、直訴などを募集しています。投稿はアニメート TV のホームページから各番組へのメールや新番組の提案、あるいは最近の連載は編集の武田さんの柱がオチになっていますねなどどんどんお寄せください
さよなら絶望放送は毎週火曜日の更新予定です。次回の更新は5月27日になります。はい、2週にあたって寺島君ゲストに来てくださいましたけども、はい、本当にありがとうございました。ありがとうございました。こちらこそ本当にまた呼んでいただきたいですよ。いいんですか、また呼んじゃって。呼んでくださいよ、こんな誰も聞いてない番組に。そうですよ、しかも頼り切ってますよ。いいんです、この時間が楽しいからいいんです。本当にあんまりでも頻繁に来ると、なんだろう、常識が分かんなくなるからあ、今僕はそうです、そうそう、この番組の両親なので。そうなんですよね、ゲストさんは。そうなんです、直訴でまたはちょっと笑っちゃいましたねちょっとその笑った格見てちょっとニヤッとしちゃいました何が楽しくて何が楽しくないのかっていうのはちょっと僕ら分かんなくなってきちゃってる、ね、これはもう当たり前としてあるんですここに。そのジャッジをですね、やっぱりゲストの方にしてもらわないとね。じゃあ入れ替わり立ち替わりで時々呼んでいただければ、ぜひぜひまた来てください、ね、誰も来てない、聞いてない番組ですけどね。なんかあのゲストからの告知的なことをここで言ってもいいらしいんですけれども、なんかありますか。いや、そんなとんでもない。随時あのブログでね、あのそのなんだっけ名前忘れない、モノクロームうんぬんかんぬんみたいなブログでね、はい、あの告知していくんで、はい、あの皆さんぜひその寺島拓まで検索してください。お願いします。おそれを検索すると出てくるのかな。出てきますよ、出てきますよなんで書いちゃったの。出てきますよ、ガオはい、さてですね、あんまりですね、なんか進めたくないなと思っていたんです実は。だからね、どうでもいい話でちょっと間を伸ばしていたんですけれども。はい、どうしたんですか。次39回目じゃないですか。はい、うん、39回目ですよ。サンキュー。違うよ。え、スリークール突破でしょ。スリークール目でしょ。突破するの分かんねえけど、うん、これ39がラストとかもちろんない、分かんないけども、なんか次なんかやるんじゃない。もういいよ、何それこの番組ですね、ワンクールごとに山が来るんですよ私たちにとっての山、僕らに課される山なんですけど、しかも相当な、はい、いや、なんかお二人の表情を見てると本当過酷なんだろうなっていうのが、聞いてる人もしんどい。そうなんだ、そこがまた問題でね、誰だって作る方もしんどいから誰がじゃあ何がいいのか、誰も得をしないんですね。誰もしてない。何それ、よくわからないものが来るの。すごい挑戦的な番組ですね。そうなんですよ。何するの、決まってんですか。なんか決まっている、なんとなく決まっている、決まっているっていうことはやることになっているらしいです。なので、次回39回目、皆さん聞かなくてもいいです。いいですよ、よし聞くぞ。ということで今回の放送はここまで。担当は愛しきのぞみ役の神谷博士と、紀藤奈美役の新谷涼子と、紀ノ国屋役の寺島拓馬でした。それでは今回のお別れの一言、絶望ネームカエアンさんのリクエストで、服に着られるな、服を着ろ。さよなら絶望放送。このラジオはフィクションであり、登場する人物、団体、組織名、名言は架空のものです。木野くんの結構いい話。こちらはリスナーからちょっと感動したこと、心温まるホッとするエピソードを紹介する番組です。絶望ネーム202号さんからいただきました。隣の部屋203号の住人も引きこもっていることを知った。思い切って203号さんのレターボックスへ手紙を出してみた。1週間後返事が来た。すごく嬉しかった。以来時々手紙のやり取りをするようになった。さよなら絶望放送のことも教えてもらった。お互い顔を合わせたことはないけど、私にとって203号さんは大切な友達だった。3月末に203号さんから手紙が届いた。203号より202号さんへ。4月に実家へ引っ越します。今まで大変お世話になりました。手紙すごく嬉しかったです。引っ越し当日、203号さんの後ろ姿を扉の覗き窓から見送った。涙が出た。木野くんの結構いい話でした。皆さん、心温まるエピソードをどんどんお寄せくださいね。